皆さんこんにちは、ババラーの館へようこそ。ミンです。ルイージマンション 2HD、 今回は E-3 汽車に遅れるな、やっていきましょう。キノピオくんが持ってきたデータの解析が終わったぞい。早速写真を見てみるかの。ダークムーンのかけらのヒントが写っていればいいのじゃが、よし、ちょっと見てみますか。なんだこれは、かわいい折り紙の木みたい。マリオじゃん。マリオ、なんと、これは君の兄さん、なんたることじゃ。また絵の中に閉じ込められているのか。昔の嫌な記憶がよみがえるわい。ってことは、ルイージマンションのパート1の方、1でもこうやってマリオ閉じ込められてたんだな、きっと。で、3になっても、あ、ブレブレじゃん。3になっても閉じ込められてるっていう感じかな。うむ、これは鉄道ゾーンじゃな。鉄道のミニチュアなどが展示されているぞい。これなんだ、これで分かったってこと。なんかどっかしら、ここもテレサだらけじゃの。なんかしら、あ、待って、あいつは普通のテレサじゃないぞい。うわお、キングテレサ。あいつはキングテレサでしょ。キングテレサ、この騒動の裏にいたのはやつじゃったか。まさかとは思っておったが、そして信じられんことに、キャッツは君の兄さんを捕まえたようじゃの。まったく何があったというのじゃ。またしても絵の中に閉じ込められたとはの。まあそんなあなたも3で閉じ込められてましたけど。キングテレサをこのままにしていくわけにはいかんぞ。ん、ちょっと待つのじゃ。やはりな、ベースラボのレーダーはとても強力なお化け反応を見つけたぞ。これは鉄道ゾーンを示しておる。それはキングテレサのことじゃないのかな。うわ、ワープがあるんだな。この強力な反応はキングテレサのものである可能性が高い。急いで2階にある鉄道ゾーンに向かうのじゃ。うまくいけば君の兄さんも助けられるかもしれんぞ。てか、さっき写真がじゃあ動いたってことだね。写真の中にテレサの魂あるとかじゃない。2階に進むにはこのプロペラが必要じゃ。このプロペラを使えば2階の中庭にある大階段を回転させることができる。忘れずに持っていくんじゃぞ。オッケー、ポッケに入れた。鉄道ゾーンにはテレサが仕掛けた罠があるかもしれん。十分注意するんじゃぞ、ルイージくん。ということで、いってらっしゃい。行ってきます。ここは、あ、普通の感じか。これどこに行けばいいんだろう。中庭、ここに飛ばされたね。メインエントランス、プロペラを取り付ける。え、ちょっと待って、プロペラってどこにあんの。ここの中見れる。どこから行けば、中庭、あれ、中庭、ここに取り付けるのか。ここからもお小遣いっと。え、どうしようかな。他のところもちょっと見て回りたいな、そうなったら。待って、骨探し、氷河ゾーン、あ、待って、何氷河ゾーン、何これ、なんか動いてるけど、そんなことある。おお、すごい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 。見て回ってよかったけどね。ちょっとどうしよう、あの尻尾もう一回やってみる。あ、しかもこれもさ、ちょっと引っ張ってみて。何、何今の、これは、あ、やったやった、お目当ての骨ゲット。じゃあさ、うわ、びっくりした。何、ピカンってやった方がいいのか、やっぱり。うわ、ピカン、遅いか。ここをもう一回吸ってみる。でも何も出てこないんだな。なるほど、まあ骨ゲットしたし。え、何吸えばよかったのかな。うわ、わかんないわかんない、この魚が求めてることがわからない。一旦こっち行くか。骨ゲットすればね、100人力っていうのがあるから。ここ入れる、入れない。うわうわ、マジ嫌がらせじゃん。ここの中は見れる。あ、ここトイレじゃない、あれ、キッチンだ。行けるはずだよね。でもキッチンに1回も行ってないから、行けるところなら行きたいけど。あれ、行けるんだ普通に。ちょっとこの辺は何もない。こことかも何もないのかな。進んでみよっか一旦。ここにやればいいんだもんね。
よし、セットしますか。で、これセットするとどうなんの？いけんだっけ？忘れちゃったよちょっと忘れちゃったよ。あ、電話来たね。なんか木が剥がれてるところ一箇所ない？ハロハロ、どうやら大階段にプロペラをつけられたようじゃな。ふむ、では急いで鉄道ゾーンに向かうのじゃ。どこ？これプロペラということはそういうことだよね。え、なに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 ？あ、そういうこと？こうやって階段の位置が変えられる的な感じだ。今まで左についてた？ちょ、確認してなかったけど。え、ちょっと待って、行ってみるしかないね。これは行って確認するしかない。左にも行けそうだけど、あ、いや、こっちに前回行ってるから、こっち初めてだよね。行ける？行けるんだ。イーストロビー。あー、これなんかすごい嫌な感じする。ほらね、だってほら、だってこんな風にさ、分かりやすく置いてられるわけないもんね、普通ね、コインが。この子にとりあえず光当てたいんだけど、当てらんなくね？当てたわ、やった、コイン3枚。ここなんだろう。こっちには行けないのかな、そのまんま。メインバルコニー。こっちは何かしら、かぼちゃあるから、なんか、ああれだな、カメラもあるな。ってことはこっちにももしかしたら出してもらえる可能性がある。この子とか何もない？ちょっと進んでみる？あー、待って、びっくりマークあるじゃん。いや、痛い痛い痛い。何？めちゃめちゃ意地悪じゃん。やばい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 。なんか紫色のがある。紫色があるってことは？滑っちゃうかもしれない。気をつけてー。はい。絶対なんかいる、そこ。でしょうね。絶対なんかいるって思ったもん。もう、やめてー。そこにもいる。でもこいつを先に吸っちゃえばいいって思ってるのは私だけ。やばい、体力がない。ちょっと待って、吸った。はいはいはい、無限。もう一体いるはず。もう一体どっかにいるよ、きっと。どこらへん？出てこない？先進めば出てくる。ちょっと待って、この辺とかも何もないかな。え、いなくない？一匹いたはず。いたよー。ねえ、だいぶだいぶやってくるじゃん。あ、で、ここここおいしょおいしょ、2匹2匹2匹で吸って、もう1匹もう1匹もう1匹、よし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 、これで綺麗になった。あー、怖い怖い。で、この子もパシャってやりたい。え、何も出てこないんですけど。あ、こっちから行けるっぽいけど、この奥がさ、稼働できんのかな。ちょっと見てみていい？なあ、やだやだやだ、何海洋ゾーンって。ちょっと待って、ちょっと待って、出られるの？これ出られない？え、なになに、まだ出られない、わかんないちょっとわかんない。先にこっち行こう。普通に進んでった方がいいのかな。ショコだって、ショコ。これは、ああ、鉄道ゾーンってここのことか。なるほど。ここには何かあったりしない？できないな。ここに物が、こっちとかには何もない。なんかここにドアかなんかがあるんじゃない？ほら、ここなんか丸いのおかしくない？ここは普通にまた本探しをする的な感じ。何？あー、やだこれ。あれじゃん、なんか上に登れるやつじゃん。これ何？ここに隠れてるよってことか。よしよしよし。そしたらさ、この金色の本をこれで戻してあげればいいのかな。あ、やばいぞ。あー、もうマジか、お化けが出てくる。黄色い子？え、かわいい子の角度。こういう風にルイージ見ることってめったにないからね。うん、来た来た。あ、あ、古代種じゃない？いや、違うのか。青くないから古代種じゃないのか。どこ行ったの？多分あの子を探さないといけないんだよね。ちょ、あ、出られない。ガチ？小山博士の手助け来る？
あら、ルイージ君、鉄道像に着いたかの。なんじゃと、お化けに本を奪われた。あの本がないと鉄道ゾーンには入れんぞい。急いで追いかけるんじゃ。あ、なるほど、そういうことね。じゃあさ、先にこれを取って、え、割れちゃったんだけど、この子で上へ行くとかではないの。なんかしら、あ、わかったかも。あの本をやると大丈夫なのか、上に行けるようになんだ。なるほどね。ハート、ハート、ハート、ありがたき、ハート、もう一匹、ハート、ハートじゃなかった。ちょっと追いかけっこしますか、あのことを。どこに行ったんですか、こっちでしょうか。さっきの赤いお化けがここにいるもんね。そしたらもうしょうがないよ、ピシャンってやっても。ん、なんだ、なんだ、なんだ、なんで、この子何もなんないけど、何、何、絶対叩かれるじゃん、近く行ったら。なんかタコチュウがある。このタコチュウの足が、あー、一瞬だけ切り替わるけどみたいな。何これを回して、回したらどうなる、これ何、あ、これがこうなって、キノピオと来る系の場所もしかして、ここ、これをどうにかしてさ、やるとかじゃないの、このこの部分。え、わかんないけど、ピシャってできない。これやばいことになってきた。あ、待って、何、なんで、どういうこと、どういうことでそうなってんの。これをさ、こうやって、全然わからんけど、これをクシュンクシュンってやってたんだけど、こうやってこうやってこうやってこれをひっくり返そうと思っただけなんだけど、全然違うっぽかったけど、なんかわかんない。あそこ、とりあえずこいつを倒すしかないね。よし、やばい、痛い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 ってば、勘弁してよ。んで、こっち来る、はいはいはい。んで、ピタッ、ピカッ、ピカッ、よいしょ、3体3体、オッケー。んで、あ、やった、ハートありがてー。んで、もうちょっと、もうちょっと、この子たち、ちょっと助けて助けて、よし、オッケー。待って、死にそうになったんですけど、これはどうしたらいいんだ。どっかに向ければ悪的な感じだったりする。あ、開いた、え、開いちゃやばくない、これでこっち向けてピカってやんじゃないの。ピカってやって、で、ワープゾーンでしょ。で、反対に向けておけば、あっちの部屋から行けるってことか。ってことは、このまんまでいいのか、他にやることないのかい。この部屋に隠されてるものとか、このタコさん気になるけどね。あ、動かすことができるんだ。痛い痛い。え、バカバカ、なんでそういうことすんの。そりゃびっくりするよ。で、これも何なんだろう、これ、これ結局何だったん？こうしてみても意味がない。先進めない。よし、ではこっち行きますか。なんとなくよくわかんないまんまできたっぽいから進みましょう。で、イースト、あ、じゃ今さ、カエルいたっしょ、カエル。カエル。ちょっと見て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 。この先にね、カエルいるっぽいんだよ。ほら、行きたいんだけど、どうやって行くん？あ、待って待って、ハートハート、ねえ、ハートが欲しいって。ハートが取れなかった。覗いたはいいけど、こっちの奥から行くって感じっぽいもんね。さっきのところに繋がってんのかな、もしかして。ね、そんな感じじゃん。で、この辺には何もないかな。で、こっちの下に行けそうでもない。え、本当に何もない感じ？ガチ？じゃあこっちも行けないもんね。くっそー、損してる感じ、とても。で、あの子がどっち行ったかだな。こっちで、あ、で、道を変えろってことなのかな、きっと。
違うルートに向かっていくにはここに乗ってこれをこっちからのこういうことぽい。したらこっちから上がっていかなきゃか。いやかなり骨が折れる感じではあるけど、よしじゃあこっち行ってみよう。行ってないっけ、こっち側行ってないね。2階に行くのはウエストロビー。うわなんで今消えちゃったの、なんでもうまた嘘でしょ、やめて。でこの子がいるから2匹ともす、よしよしよし。でまだいるんだな、やった。でこっちの先はどうなってんの、なーにメインバルコニー、さっき見えたところの続きって感じ。何をすげえ王って言うけど全然王って感じしないけど。でこっち側もう何かしらいるね、いるわいるわ、ここにいるわ、気をつけないと。ピカーンで吸っちゃって、オッケーオッケー。で多分まだいるんだよね、あここにもいるし、よし吸って吸って、この子たちを吸って回収回収回収、近くなってる近くなってるよ。んやったハート、ハートが、はい、あちゃ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 、この子を浮かび上がらせーのピカンってやつリーの、全員一緒に吸い込みたい、吸い込みたいんですよ。ちょ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 、オッケー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 。でこの子たちも吸い込みたかった、うわ変にダメージ食らっただけだったし、ちょ待って上にピカン、もうピカンしたいピカンしたいピカンしたいよ、オッケーオッケーオッケー、ピカン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 、ちょーいっと、もう赤くなっちゃった、くっそー反射神経の鈍りが、はいはいはい、あ待って、ちょ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 いちょ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 い、オッケー、もう一回出てくる、出てこない、こっちには何もない。一番奥の部屋から見てみるか、で手前側から行くのが、いやだ宇宙ゾーンですって、これは引っ張ればなんかしらなるかな。おーゴールドちゃん、ゴールドちゃん、あの子どうするのがいいんだ、この辺確認して、ここにいるのはなんか触れるのがあればいいんだけど、この子は、あこれ起動して、これはなんだ、なんか触れる、あ見れるっぽい、お外に何か、うわいた、いたじゃんこいつだわ、宇宙にいるわ、あっと何何いきなり、えミミ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 ミって言ってるけど、なんすか、どこにいるの、え何、え何、星星、やだ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 、星で壊させるってこと、どこにいんの、ちょっと待ってちょっと待って、これはどうしたらいい、ピカーンってやって、やめてピカーンって、どこにいるの、あそこにいるってこと、いたいたいた、なるほど、これでここにいるのを出せばいいってことか、へえ、はいはいはい、どこ、どっち、あっちにいるあっちにいる、ちょっと回った方が早いか、でピカーンってやってこの子を吸引していくのね、なるほどそういう感じね、でもその間にも星が降ってくるよってことか、ほい、あーよし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 、だからこの子のちょっと吸引させてもらっても、さすがに次には進みたくないから OK、 で次これでもうちょいもうちょいもうちょいだけ、よしやっと、でもね100になったのありがたい、え何そういう系、やったそのポケットに入れた方がいいよ、え今この状態でそれやる、本を取り戻す OK じゃん、したらさここもさ、あれさっきのさっきの子はできない感じも、ねえ嘘でしょ、どこ、あでワープか、えガチで言ってる、私あそこに本戻さないといけないのにさ、どこだし、これどこよ、あこっち側に、あれなんだっけ、海の方船のところに戻しなかった、よっけよっけ、過去の私グッジョブ、んでこれから進めるってことだよね、
何のためのバルーンなんだろう、あれ誰かいるとかじゃないのかな、これ。いた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 、気づかなかったけど、わーだやだ、もうお前か邪魔すんのは。はい、ピカンして、よし、こっちの方が体力少ないからね。とりあえずお化けに、おば、驚かさちゃですよね、ですよね。けどこの子もとりあえずできるときに、うん、できるだけやめて、すごいボロボロにされるんだけど、やめて、ちょっとひどい、ひどいよ君たち。ここにいるのは分かってんだけど、こいつらにするか、邪魔してくるからね。あの紫色の方はもうしょうがないって思って、そう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 、でこっち行くからここを見てピカーンして、紫は放っておく。あ、でも2匹同時に捕まえてんの、でかい。よいしょよいしょ、こっちだこっちだ、よいしょ、もうちょい、はい、オッケー。で、あと1匹いるもんね。どこだ、こっちか。はい、やばい、金塊があるよ、金塊があるよ。よしよし、いいぞ。金塊も回収しつつの、この子も回収してハートを出してほしいね、そろそろ。ハートなかった、ハートが欲しかったんだって。この子もなんもない。他にも見てみて、あ、ここ真ん中見てからあそこパシャってやってみよっか。何、なんか知らんじゃないの。いや分からんけど、一旦これパシャン、おいしょい、そういう感じ。 どうしたらいいの、なに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 、これが大事。ここの部屋来たのに何もないってある。あ、なるほど、こうやってある。てか、あったな、マリオが。テレサちゃん、ここの地下にあるっていうことなのかな。何、びっくり、小山博士だわ。ルイジ君、無事か。ルイジ君、なんじゃと。テレサは鉄道模型の中にいるとな。しかも特殊な結界が貼られていて、外からは手が出せないじゃと。どうにかしてそのミニチュアの中に入らねばならんようじゃの。ふむ、わしに考えがあるぞい。一度ベースラボに帰ってこい。あ、ここで返してくれる感じってことか。ま、一旦ここはクリアな感じかな。ということでコンプリート。記者に送れるのはこんな感じでございました。はい、二つ星、だいぶダメージ受けてるからね。ということで戻りましょう。戻ったな、ルイージ君。まずはオバキュームの中身を出してもらおうかの。今回ね、そんなにオバキュームお金もゲットできてないんじゃないかな。まあ、でも、あ、そっか、黄色いやつ、あ、待って、やった、グレードアップ、いけた。オバキュームのリミッターを解除、オバキュームのモーターを改良、吸い込み力がアップ、どんどん吸い込め。ガチ、嬉しすぎる。これ以上はないのかな。さてと、鉄道模型の中に入る方法じゃな。そりゃわしに任せてもらおう。そのミニチュアの中に、確か。ふむ、準備に少し時間がかかりそうじゃ。すまんが作業が終わるまで待っててくれるかの。また後でじゃ、ルイージくん。ということで今回クリア。テレサゲットできてないな。まあ、しょうがないか。お、次ボスマークがあるけど、次回で終わり。ということで次回奇襲作戦じゃやっていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。